はい、本日発表事項6点ございます。まず1点目でありますけれども、新たなご当地グルメの、開発、それから展開についてであります。市では観光交流人口拡大による地域活性化のにつなげるため、海上自衛隊大港地方総監部と連携をいたしまして、海上自衛隊大港基地に所属する艦艇等で食されております、カレーを市内の飲食店で提供する事業を展開をいたしたいと考えております。艦艇、所属の補給員から提供をする提供を希望する市内の飲食店に対しまして、調理法を伝授し、レシピを伝授してですね、最終的に館長等により味などの確認後、認定をいただいてからの提供開始となりますので、早ければ今年の5月、6月頃の提供開始を目指していきたいと考えております。このことにつきまして、店舗ということですので、陸奥商工会議所と、それから海上自衛隊大港地方総監部にご協力をいただき、この事業をですね、効果的に進めるため、今月の6日に海上自衛隊大港基地所属の護衛艦瀬戸切の艦上におきまして、事業連携協定を、3社による事業連携協定を結ばせていただきたいと思っております。さらに今後、大港海事カレー普及に係る新たな組織を設立する予定としておりますので、この組織がさらに新しい企画、立案、そして商品開発等多様な広がりをしてくれるということに期待をしているところであります。大港海事カレーが新たな観光資源として誕生いたしまして、全国への魅力を十分に発揮することで、安堵感においてすでに販売しております大港海軍カレーと合わせて、カレーを味わっていただきながら、陸奥市と海軍海上自衛隊の歴史も味わっていただくという取り組みで、地域経済活性化の起爆剤としていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。続きまして2点目でありますけれども、下北ジオパーク認定記念シンポジウム、ジオがつなぐ下北の未来についてであります。2月12日に陸奥グランドホテルにおきまして、下北ジオパーク認定記念シンポジウム、ジオがつなぐ下北の未来を開催いたします。私常々ですね、ジオパーク認定はゴールではなく、これから始まる地域づくりのスタートラインに立っているとやっと立ったというようなお話をさせていただきました。その意味でも、認定された翌年度以降の活動が重要でありまして、下北ジオパークにおきましても、ジオパークを目指すというところから見せるジオパークにシフトをしていく必要があると考えております。この度開催する認定シンポジウムでは、現在は早稲田大学名誉教授としてテレビ番組などでもご活躍されている北川正康氏を講師にお招きした基調講演や、私とのトークセッションなども予定しております。またこの回では下北ジオパークのですね、新しいマークというか、デザインロゴを、これ800点以上今応募がありましたけれども、その新しいロゴの発表も行う予定としておりますので、ぜひとも皆さん来ていただきたいと思います。こうした取り組みの中で、これからの地域づくりや下北ジオパークの活動のヒントを得られるシンポジウムにしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。3点目でありますけれども、4市町村懇談会の養成活動についてであります。原子力関連施設が立地する陸奥市六ヶ所村、大間町、それから東通村の4市町村等で組織しております。4市町村懇談会によります原子力発電及び核燃料サイクルの推進と立地地域への支援にかかる国県に対する要請活動を昨年に引き続き行うことといたしました。日程についてでありますが、2月14日に青森県、翌15日に経済産業省に行って行う予定でありますが、場所時間については現在調整中でありますので、詳細が決まり次第改めてお知らせいたします。青森県ということでありますけれども、知事に対しての要請活動、それから、経済産業省は経済産業大臣に対しての要請活動と行うことを考えております。続きまして4点目でありますけれども、子育て応援メール陸奥
むつ市では子育て支援の一環として、あらかじめメールアドレスを登録していただいた方の携帯番号や携帯電話やパソコンに乳幼児の検診や予防接種の日程、イベントなど子育てに関連した情報を電子メールでお知らせいたします。子育て応援メールむつを本日2月1日より配信いたします。主な配信内容は、検診保険関連の妊婦さんやお子さんの検診予防接種などの日程情報、イベント講座関連としてキッズパークなどで行われる子どものイベントや子育てに関する講座等の開催情報、子育て中のご家族に役立つ情報として、子育て支援に関する各種制度や手続きに関するお知らせなどをこのメールを通して、お母さんたちというか、子育てされている方々にお伝えする予定となっています。配信は現在運用中の防災自動配信システム防災かませメールに機能を追加して運用するものでありまして、子育ての情報発信の拠点施設に位置づけておりますキッズパークが行うこととしております。登録は無料であります。また防災のメールとこちらのメール切り離してですね、受け取れるようになってございますので、子育て中のご家族の皆様のご利用ご活用を大きく期待をしているのであります。続きまして5点目でありますが、むつ市の人口についてであります。平成28年12月31日現在の住民基本台帳におけるむつ市の人口は、前月と比較して91名減の59,944名となりまして、合併以来初めて6万人を切るということとなりました。人口減少の流れというのはこれ過去からの推移でありますので、やむを得ない部分はあるというふうには思っておりますが、この人口減少のスピードを緩やかにする取り組みを引き続き進めてまいりたいと考えております。最後6点目でありますけれども、糸魚川駅前大火の募金についてであります。12月22日ユネスコ世界ジオパークにも認定されております糸魚川ジオパーク地域で大規模火災が発生し大きな被害がもたらされたとのことから、被害を受けた方々を支援するため、下北ジオパーク推進協議会会員のむつ市東通村風間浦村において募金箱を設置いたしました。3団体6カ所に設置した結果、募金総額は10万円ということになりましたので、この額を同額を糸魚川市に送ることといたしましたので、ご報告を申し上げたいと思います。私からは以上です。